駒場学園高校スイズルミさんです。浅田真央と同じ1990年生まれ、スイズルミ。全日本ジュニアのウィナー、大人の夢へと助走します。ナディア。ついつい八木沼さん、はい、浅田真央世代という表現をしてしまいますけれども、スイズはスイズでまた独特の世界観がありますよね。そうですね、まあ、特にこのエキシビションナンバー、昨シーズンも見せてくれたんですけれども、非常にスイズ選手に合っていてですね、このエキゾチックな雰囲気といいますか、非常にこう大人っぽい面も持ち合わせている選手ですから、とてもいい選曲をしてきているなというのを感じますね。全日本選手権ではショートプログラムで6位に入り、フリースケーティング最終グループでの演技を経験しました。しかし3月の世界ジュニアでは失敗もあり、涙に終わった16位。もう一度、そして今度は壁を乗り越えていこうというシーズンです。まあ、今シーズンはそうですね、ジャンプの安定感を増していくことということも課題になってくると思うんですけれども、さらにその中でまたこの表現力が加われば、非常に怖い選手になっていくと思いますね。スケーティングが非常にスムーズになりましたね。最後までその雰囲気と、そしてスピードを保ってスイズのフィニッシュ。いやー、国分さん、はい、何とも言えないこの大人びた雰囲気ですね。そうですね、スイズ選手を見るたびにどん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 こう大人になっていく感じしますよね。まあ、去年の世界ジュニアのあの涙が今年大きくするのではないでしょうかね。頑張ってもらいたいですね。そういった意味では荒川さん、はい、やっぱり選手ってのはそう大きな舞台での経験からまた生きてくるんでしょうね。そうですね、やはり全日本選手権で最終グループで滑ったということも、はいはい、やはり一つ大きな経験だったと思いますよ。そして今年はどんな形でもってシーズン、そして演技につなげてくれるんでしょうか。